ってなった時に俺は今最優先候補として、あの本人には確実に入るとは言ってないんだけど、はい、レンを考える。前回チームのさらなる強化のため自身のチーム FC シュワーボのレンの加入を提案したレオザフットボール監督。しかし最終的な人事決定権を持つのはチャンネルの運営元である株式会社ルアーズ。監督の意見を受け、スタッフは今回ルアーズの代表であるリルとの話し合いの場を設けることにしました。今日話したい話は、最初にそうだな、なんかその今リベンジャーズ、まあ、練習と試合重ねてて、まあ、リルズリーグ始まると、でまあ目標設定しっかりしたくて、リベンジャーズの、なんかリルさん的にはここを目標にしてほしいとか、なんかその基準とかあります？まあ、リルズリーグのっていうところでいうと、はい、まあ一つもちろん優勝を目指していただきたいっていうのはもう一つあるのと、はい、やっぱレオザさんの作っていくサッカーが見たいっていうふうに視聴者は思ってると思うので、はい、なんかまあ、それがこう完成ってそもそもあるのか分かんないですけど、はい、まあ、完成したと言えるような状態を見たいっていうのが一つ目的に求めていることではあります。ありがとうございます。でそのってなってくると今、まあ、戦力補強というところ でこういうふうに言うと今の選手たちみたいなふうに思われるかもしれないですけど、まあ、シンプルに人数が少ないっていう、やっぱり多分まあ燃やされてる時はどうか分かんないですけど、まあね、集まってない試合とか、そうそう、なんか普通にまあベンチで交代のカードで攻撃的なの人は切れないみたいなとか結構見てると思うんで、というところでまあ戦力を上限まで補強させてほしいなというのがあるんですよね。もちろんです。あ、大丈夫ですか。そこはそうですね、もう、まあ、そもそも今20人いないっていう状態なんで、はい、20人まではぜひ補強していただきたいと思います。なんでこの間、まあ、新井さんと話した、まあ、各ポジションにポジション争いができるメンツ、うんうん、今の選手たちが、まあ、新しく補強した選手たちと、まあ、戦って、まあ、普通のサッカークラブであることですよね、うんうん、戦ってそれで、まあ、今のメンツなんだったら、まあ、素晴らしいと思いますし、まあ、そこでの競争があるからこそ、まあ、リューズリーグ全、まあ、何節かまだ確定してないと思うんですけど、そこで実際のサッカーも同じように、あ、今はスタメン序列変わったなとか、あ、この選手今回、来れなかったとか怪我になってるって時に他の選手出てくる。なんでまあ補強させてほしいんですけど、その中で今のリベンジャーズのサッカーって、まあ、その最初に先日のコンセプトを説明したんですけど、まあ、うまくいってない時って横振りができないんですよ。でそれはまあ具体的なシーンとかいろいろ挙げることもできるんですけど、まあ、それってちょっと自分たちの弱点発表みたいな話にもなるんで、まあ、そういう、まあ、映像とかは後々確認していただくとしてっていうところで、前線の選手たちの能力を生かすのに、それこそボール行った時にいいプレーできる、まあ、達也とか大地とか他の選手もいるんで、となると後ろにサッカーを理解してて足元が上手い選手で、なおかつチーム全体に声で指示できる司令官が欲しいんですよね、うん、っていうところで、まあ、こういう状況なんでレーンを入れたいなと、コーチからしっかり選手に入れたいなと思って、で他の補強の枠もありますけど、一枠は左のセンターバックもしくはサイドバック、今現状、まあ、正座から左のセンターバックよりも右の方ができる。でもまあ正座的には自分が左やんなきゃいけないって分かってるから、まあ不満とか全然ないけどっていう、その特性の話で、でルーチョも一列前のボランチをまあ無理してっていうか下げてやってもらう、リョウ君も左利きの右ウィングですけどもいなくて下げてる。なんでここの後ろを補強する上で、まあ、今後どういう選手が入ってくるんですよ。まあ、レンだったらここもここもやらせて、まあ、1列上げることも、まあ、他のポジション怪我人が出た時に、まあ、まあ僕とやってて、まあ、僕が認めている選手でもあるんで、まあ、そこの補填になるっていうところをやらせられるっていうのがあって、まあ、いつも試合出れるかどうか分かんないですけど、なんかこれは一つお願いしたいなと思って。なるほど。その話だったんですよ。ありがとうございます。もうそれは新井さんとは話されて？そうですね、新井さんとあと他の選手たちとかとは話して、うん、まあそうですね、この特に、まあ、レンを入れることに対して、まあ、ネガティブな要素があるような感じの選手はいなかったです。むしろ、うん、まあ、ぜひぐらいの選手もいたりとか。なるほど。
それぞれがそうだと思うんですけど、まあ、この結果出てない状況でそんなの言えるわけないっていうふうにも思ってるっていうふうに、まあ、ゾラとかから言われてます、うん、だから最初言った時になんかこう、まあ、そういうふうにそういうのも考えてると、うん、今後の補強して、まあ、もうギリギリまでこの案は僕は抑えてたというかやらせないようにして、まあ、シュアーム自体のサッカーがありますからね、あっちのコンディションもありますですけど、まあ、それはもうやらなきゃいけない段階に来てると思うし、あれ誤ってレーン入れるようになることもあるかもなみたいな話したら、いやそれはもう謝る必要もないみたいな話は言ってくれて、ちょっと背中を押してもらったところありますけど、うん、なるほど、まあ、そのぐらい、まあ、もしかしたらそういう映像を今後イベンジャーズで使われるかもしれないですけど、まあ、ゾラとかダイチとか、まあ、ルチョもそうですかね、アセイとか、まあ、みんなそれぞれが自分がリーダーって意識ある選手がこう練習の合間合間に他の選手に教えてるシーンとかあるんですよ、うん、それとかもイベンジャーズの一人一人が本気になってる意識の変わり方だと思うんで、うん、その本気になってるうちの1個が、まあ、強くなるためだったら、まあ、人間性に問題ないどころかチームのために尽くしてる以上連入れるのは、まあ、妥当な決断だって思ってくれてると僕は思ってますね、今目見て喋ってる。そうですね、リベンジャーズ目線だとそうなるのめちゃくちゃもう理解しかないので、結構なんだろう、めっちゃ難しい、ここ僕が今考えてることを、はい、まあ、言語化するところ結構難しいんですけど、まあ、僕が今考えてることとしてはこうリーグ全体の、まあ、最初の初年度っていうことで、うん、もう正直どのチームがどれぐらい強くて、うん、とか全くわからない状況ではあるので、はい、まあ、そこを正直このレベル感を一歩ミスったチーム入れちゃうたら、うん、一強リーグに仮になっちゃったらもう終わりだなって僕は思ってるんです、はいはい、で逆にそれが今リベンジャーズそうなるかって言われると、うん、確かにそのポテンシャルは今もう 100% あるかって言われると、まあ、ちょっと難しい部分はあったりするのかなって思うんですけど、レン君がめっちゃうますぎてちょっとうますぎてそんなに、それで言うと、はい、その一挙リーグで言うと、はい、ウィナーズは元 J 何人だっていう話になる。いや、まあそうっすね、レンはただの高校生です今社会人の4部リーグに所属してるただのキャプテンですから確かに確かに、そんなうますぎはしないですあ、なるほど、ただ頭はその辺のサッカー選手よりでいい、もう普通にプロリーグレベルだと思うんですね、海外の、うん、なるほどなるほど、うん、ディレクター目線と、はい、リベンジャーズってそのレオさんのリベンジャーズサッカーを具現化していく、はい、ゼロの状態から形にしていくのを追い求めるのをメインストーリーとして、はい、でだからレオさんがリベンジャーズ強くするためにレオ君を入れるっていうのは、はい、まあ、確かに分かるんですけど、それが違うとインフルエンサーのチームがレオさんの戦術と組み合わさって強くなっていくっていう過程を、まあ、近道というか、はい、一番その描きたいところが言い方でチート、うん、みたいな感じで、それで言うとインフルエンサーやってない子もいますよ、うん、ってなるとレオは YouTube やってるし、なんならシュアーボの選手で野瀬学園 TV とか YouTube も出てるし、うん、そこは満たしてるっていうのはありますよね。僕の中では、まあ、一度、はい、レオザさんからこのレン君を入れたいって一番最初にお話しいただいた時に、うん、全然 OK です、はい、お話しさせていただいた時っていうのが、まあ、あったと思うんですけど、はい、まあ、それは正直視聴者さんのこう見え方次第の部分があるのかなと思っていて、はい、例えばじゃあ今那須さんが元プロの人たちをウィナーズに入れたら、うん、多分そのウィナーズっていうコンテンツを見てる人からしたら意味わかんないってなっちゃうと思いますし、逆にそのインフルエンス力がなくてその、まあ、作家技術もない人が今から入ってくって多分難しいですね、うん、なのでそのアザスとかコウジロウとかって影響力がなくて、まあ、そのめっちゃ上手いキャラではないですけど、まあ、最初の初期段階からいたからこそこう受け入れられてるメンバーっていうのがあると思うので、なんかそこに関しては、僕、まあ、新井さんのところで言うと、初期メンバーに関して言うとその
レオザさんが入ったタイミングで、はい、まあ、ある意味レン君を入れるっていうのは、うん、レオザさんが入った瞬間が僕はこうウィナーズの、うん、リベンジャーズの創設の瞬間だっていうふうに思っているので、うん、そのタイミングだったら全然 OK だったって思ってるんですけど、その視聴者さんの見え方的に、うん、でそれは現時点でなんか視聴者さんがどう受け取るかっていうのが、うん、僕たちは経験則上難しいんじゃないかなって思ってる部分があるので、うん、まあ、そこを視聴者さんの人たちが受け入れさえすれば、うん、今の論点に関してはクリアなのかなっていう、僕その初期面云々の話だと、まあ、僕はあの時に入れなかったからこそ物語があると思ってるんですよ、うん、そこで1回レンなしでやったっていう、うんうんうん、でそれで、まあ、月1回集まれて2回の中で、まあ、合宿である程度行ったけど、まあ、それが戻っちゃってみたいな、うん、でそこで、まあ、前線の選手たちとか能力ある選手たちにボール配球されないと、うん、なった時にここで、レン入れるのが、チートかどうかっていう話で言うと、那須さんが元プロの JD が呼ぶのと、僕がシュアーボで僕のサッカーを教えてきた人で YouTube やってる、まあ、小坊主入れるっていうのはちょっと状況が違うと思うんで、まあ、そうですね。でなおかつあのレオさんの、この物語とかリベンジャーズの物語みたいって話を言うと、リバプールがファンダイク入れた瞬間人気なくなりましたかっていう、まあ、ユナイテッドがリサンドロ・マルティネス入れた瞬間人気なくなりましたかって言ったら、みんなめっちゃ応援してるんだってと思うんですよ、うんうん、むしろちゃんと見たいサッカー見れてる、うんうん、で僕はリベンジャーズ優勝しなくていいですと、うん、今のいる子たちの物語見せてくれればいいですって言われたら、僕レン入れてくださいって今言おうと思わなかった、うんうん、でも優勝を目指してなおかつレオさんが描くサッカー、内容あるサッカーやってくださいって言われたら、うん、じゃああいつが必要です、うんうんうん、なるほど。まあね、あいつを必要って言いたくないですけどね、本当はシュアボだけでやらしたいっていうか、まあ、そんな持ち上げるほどのやつじゃないですから、うんうん、ただこの設計図を理解してるやつが、亜生がそういう風に最近なってきてて、達也君もなってきて、大地ドラともなってきてって、こうみんななってきてる中で、それをピッチ上で、まあ、僕の代わりに言える人っていう、うんうんうん、ところで僕はこの物語の中で、まあ、選手たちが受け入れてないのはあれですけど、合宿とかもあいつ、まあ、自腹で車運転してきて全部コーチとして手伝ってみたいな、で怪我人亮君とか出た時入ってやってみたいな感じ で誰よりもベンチからあの声かけて応援してとかやってるんで、まあ、そう選手として入れるつもりはもうなかったですけど、その時にただこの状況だと、まあ、入るなんていうんですかね、このいきなりすごいやつ連れてきてどうぞっていうのとは全然違うかなと思います。そうですね、まあ、そういった意味で言うと、まあ、僕たちの懸念としてはその今のインフルエンサーが成長していく物語ももちろん映していきたいっていう部分があるんで、なんかそれがこう徐々に徐々に入れ替わっていって、うん、まあ、結果そのアイデンティティがなくなっちゃったら嫌だなと思っているので、なんかそこが、まあ、満たされるのであれば、一つありかなというふうには思うんですけども、まあ、あとはそうですね、視聴者の皆さんが、まあ、その上でどう思うかっていうのは、こう一個やっぱ僕らはウィナーズで、うん、まあ、ちょっと痛い目見てるの で, のでそこも触れていいですね、はい、いやそれは伺ってますね、はい、そうですね、なんである意味この僕たちだけで、はい、まあ、あれもいわば那須さんと僕たちで一緒に決めたことではあるんですけど、このメンバー、それもそれこそメンバーもそうでしたし、うん、でも視聴者が納得しなかったっていう部分があるので、うん、なんか僕ら全員メンバー全員合意しても視聴者がやっぱりそれが違うだろうって思う部分もある可能性あるのかなと思ってるので、うん、なんかこのリベンジャーズの良さって結構このフレキシブルにいろいろいろんなことが柔軟に対応できるってことなのかなと思っていて、なんかそういう意味では視聴者の皆さんにも、うん、まあ、このリベンジャーズっていうチームを一緒に作り上げていくっていう意味で、レン君っていう、まあ、一人シュアボの人を入れるっていうこと自体に、まあ、賛成していただけるのか、いいね、それとも今のメンバーたちでこうやめていきたいっていうのかっていうのをみんなに聞くっていうのが、はい、あ、いいですね、いや、ありがとうございます、はい、であればそうですね、まあ、僕からしたら YouTube のコミュニティ投稿でいいかなと思っていて、はい、あのアンケート機能があるので、はい、そこでレン、まあ、そもそもレン君知らない人たちもいると思うんですけど、まあ そ, すね、はい、まあ、そこはちょっとこの動画の後でちょっと補足していただくとして、どういうパーソナルな人間なのかっていうところは、はい、そこを、視聴者の皆さんにこのアンケートをちょっと
期日を決めて、はい、このアンケートにお答えいただければ、はい、そこで視聴者の皆さんの同意のもとこの人たちが入る、あ、それ、同意のもと入らないという形であれば、はい、まあ、みんな納得できることだと思うので、はい、そこを、はい、そういった形にさせていただければというふうには思います。まあ、そうですね、僕ら的な思いで言うと、もう分かんないです、正直レン君のプレーを生で見たことがないので、はい、本当にチートでは全くないですね、新井さんがチートって言ってるから能力で言うのにチートって言うんじゃなくて、その、まあ、知ってる人を急に入れるっていうこと自体が、うん、まあ、ちょっと違うかなっていう感じで言うのチートです。能力という意味では、うん、なるほどなるほど、はい、まあ、それで言うと創設期間の話で言うとウィナーズはチートって話になるじゃないですか。うん、そうですね、そのサッカーを知ってるかどうかで言ったら、レンが帯同したのは 1,2 ヶ月ですから、そういうところ含めて、まあ、レオザさんのサッカーをゼロから理解していく過程まで見たいか、はい、それとも理解のある人が入ってレオザさんの作り上がったサッカーが見たいかっていう、なんかどっちなのかなっていうのが分かんない。それだとあれですね、レン11人入れんだったらその説明で合ってるんですけど、うんうん、レン1人入れるからって作り上がったサッカーにならないっていうか、今のままだと作り上がるまで2シーズンはかかります。なるほど、はい、丸2年ぐらいかかっちゃうってことですね。まあ、ここまでリアルな話なんてすると、その、まあ、僕の哲学浸透させるために練習やったり試合やったりとか、まあ、あるじゃないですか。でその中でリアルなクラブチームもそうですけど、それについてこれない選手とかうまくいかない選手をふるいにかける作業があります。で次の人が入って、でフルにかけて、で 2,3 シーズン経って、まあ、今のリバプールできたみたいなことになるんですよ、うん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 、ってなった時に、まあ、それを、まあ、今レンを入れない状況でやって、まあ、うまくいかない試合が多分多いですよね。そのピッチ上でやるべきことが分かってないとか、そういうことが起きてってなって、全員が、まあ、うまくいかない中でやりながらフルにかけられるよりも、ある程度ちゃんと家の土台ができた中で何がうまくいってないか分かった方が、まあ、今のいる選手たちもプレーしやすいっていう。なるほど、だそれによってこの、作り上がったサッカーというより作り上げる過程がスムーズになるっていう、うんうん、内側にも一人監督がいるっていう感じです。なるほどなるほど、レンで全部の家ができるなんて全くないです。ただ今は土台がぐらついてるんで、うんうん、しっかりそこの柱を早めに作んなきゃいけない、うん、リールズリーグ優勝するな、でも今季優勝しないで本当2シーズン結果出なくてもいいですよっていうんだったら、僕は引率の先生みたいな風になる時が多いです、うん、なるほど、正直な話。ちなみにそれで言うと、まあ、ある意味でこうレン君は近道の一つの、はい、まあ、パターンというか、そのパターンではあると思うんですけど、はい、今別でレオザさんにご提案させていただいている、はい、まあ、他の選手たち、はい、補強する選手たちっていうところからそのレン君の役割を担える選手が出てくる可能性っていうのは、はい、役割まではいないです。なるほどなるほど、やっぱりそれは設計図知るっていう、うんうん、本当にサッカーのめちゃくちゃ高くて技術もあってみたいな、うん、でそれを周りに伝えられるっていうのは、うん、だからそこだけあいつは世界トップレベルだと。なるほど、そこに関してはその身体能力とか技術とか全然あいつより上手いやつ早いやついっぱいいますけど、だからこれから入ってくる子たちも含めて、まあ、内側にコーチが欲しいって感じ。なるほどなるほど、それは逆にレオザさん的にはこんな大衆のいろんな人が見てるところで見せちゃっていいですか？いや、言いたくないですよ、本当に。全部切ってほしいですよ。なんですけど、やっぱりね、ユナイテッドもリサンド・マルティネスはい、いない、いる試合といない試合で全然違うじゃないですか。はい、リバプールだってファンダイクいない、違うじゃないですか。うんうん、であれをテンハグがズルしてるっていう、まあ、クロップがズルしてるっていうんだったら、ね、サッカーはズル出てきてます。いや、間違いないです。はい、で僕はそれで選手たちが例えばセンターバック、左のセンターバックの選手現状リベンジャーズにいて、そいつが使えないからレンを入れろだったら悪いやつだと思うんですよ。でもいないんですよ、そのポジションが、うん、だってセイザ君は右やりたくてルジョー君は前やりたいんですよ、うん、リョウ君だってウィングなんですよ、うん、ってなるとそこを一番分かっててみんながプレーしやすくなる選手入れるんだったら、うんうん、そういうリベンジャーズの選手のためにも僕は、なるほど、だからギリ見せれる範囲です。なるほど、だってペップだってオタメンディが衰えてルベンディアス入ってくるまでは CL もプレミアリーグも勝ててないですよ。確かにな。いや、でもまあ僕の中では、まあ、ウィナーズ、リベンジャーとか、まあ、ちょっとまだ他出てない6チームありますけど、うん、それぞれ僕の中でこう役割があって、はい、リベンジャーズの役割ってそのウィナーズと全く違って、はい、サッカーにあると思っていて、はい、そうです。なんかウィナーズって、まあ、サッカーはサッカーなんですけど、その今みたいな細かい話とか
あとはそのなんだろうな、選手が例えば一声言ってその采配を、那須さんが取り入れたから、まあ、勝った負けたの話ってウィナーズだったら絶対取り上げられない、フィーチャーされないんですよね。でもリベンジャーズってそこがすごくフィーチャーされるコンテンツになってると思ってて、はい、なんかそこが僕は素晴らしいなと思っているので、なんかこう、まあ、レン君を入れることによって、まあ、よりサッカーにフィーチャーされるようになると思うので、なんかそういった意味ではすごくポジティブなのかなというふうに思ってます。なんでなんかこの、役割サッカーっていう、なんかこの今インフルエンサーサッカー界っていうんですかね、はい、それをうーん、じゃあプレミア好きの人とか、J リーグ好きの人とか、うん、なんかそういった人たちが今見てくれてるかっていうとちょっと、まあ、はい、クエスチョンマークがつく部分だと思うんですけど、なんかそこの架け橋になってほしいなとは思っていて、なんかこのリーグのレベルで面白いサッカーしてるねっていうふうには思われてほしいと思うので、うん、なんかそこを目的とした上で、それの上でレン君が入るっていうのが、うん、あの近道であった、あって、かつその目的を果たすために必要なピースであるっていうことだと思うので、はい、そうですね、だからそういう意味では僕はすごく納得感があるなというふうに思ってます。まあ、なんでこう今話し合ったことをもとに、はい、まあ、もうレオゾさんのレンクを入れたいっていう熱量を視聴者の皆さんに伝わってると思うんですけど、はい、まあ、その上ででもやっぱり作り上げていくのが見たいんだって視聴者も、僕らも正直、まあ、ちょっと言いますけど、春坊を入れた時にああなると思ってなかったんですよね。で逆にリベンジャーズを一番最初に作った時も、はい、めっちゃアンチの声が多かったんですけど、今逆にすごく称賛されてる、うん、逆にあれも予想外なことで、うん、逆に最初にこういい反応が生まれて後からアンチが生まれてくるかなって思ってたんですよ、はい、そのサッカーをしてなんていうんですかね、はい、俺たちはやっぱりウィナーズが好きだっていうファンが現れてくるのかなと思ったんですけども、出てきた瞬間からワクワクとかじゃなくて、もういらねえよそのチームみたいな感じだったんで、なんかやっぱ僕らの思いもよらぬ大衆の声っていうのはやっぱあるのかなと思うので、うん、はい、ちょっとそれは皆さんの意見を聞きたいなというふうに思います。そうですね。はい、まあ、でもこれ、あの視聴者の皆さんに分かっていただきたいのは、そのレオゾさんは確かにこうサッカー今追求しておっしゃってくれてるんですけど、かなり妥協してもらってる部分もあって、僕らとしてやっぱそのインフルエンス力だったり、そのまあ構成上だったり、こう面白く面白くならないっていう部分で、この良さどうしてもっていうところで、まあかなり折れていただいてる中で、唯一これだけお願いしますってレオザさんから言われてることではあるんで、なんかあの改めてこの話し合いをまあ絵に映すことが大事だったのかなと思っていて、そのレオザさんが今追求したサッカーを全部作り上げてきて今の形ではなくて、僕たちのその意見とかやってほしいことが、まあ、6割7割入って今の形ができてるっていうところ、うん、その代わり僕らは視聴者の皆さんに絶対面白いものを見せるっていうふうに考えているので、まあ、それありきで僕たちが最初に聞いた時に思った感想っていうのは、もっとレン君いなくてももっと面白いものを作れるっていうのが僕たち最初に抱いた感想だったんで、まあ、それでもレオさんもそれを加味していただいた上で多分今の意見をおっしゃっていただいていると思うので、まあ、そこはあの、まあ、視聴者の皆さんも結構いろんな思いが混ざってこのチャンネルできてるんだなっていうのをちょっといろいろ温かい目で見守っていただけるとありがたいなと思うんですけど、本当に条件のもとある一定の条件もやっていただいてるんで、いやその中でこれだけこう言い訳せずにすごい真剣にやっていただいてることがもう感謝しかないので、そういうリベンジャーのことを人生とか毎日考えていただいてるんで、まあそれは本当ですね、本当にもうありがたいし、その熱量頭が上がらない、いやなんか、うん、ツイッターで胃が痛いみたいな言いたいですねことをツイートされて、ああ申し訳ねえって、でも、まあ、毎日みんなと練習できたりとかあれできたらいいですけど、そういうチームじゃないのは、まあ、皆さんも知ってると思うんで、はい、そんな中で、まあ、絶対にこの結果は出したいんですよ、まあ、あの約束できないですけど最善は尽くすっていうのは毎回言ってることで、うん、まあ、その最善を尽くす中でのピースで、まあ、僕があのプレーしてあのピッチ上で一緒にやるわけじゃない以上、リベンジャーズのサッカーのクオリティを約束するにはちょっとこういうことをお願いする形になりました。ありがとうございます。ちょっと視聴者の方も、はい、そういう、まあ、何シーズンもかけて物語見たいっていう人もいるかもしれないですけど、ちょっとこればっかりは、まあ、監督からの言葉だと思ってほしいんですけど、あとは綺麗事じゃないんで、うん、
だってもう言いますよ、もう元 J が何人かいるチームに勝って優勝しなきゃいけないわけですからすごいミッション、はい、ってなってくるとね、20歳のクリクリ坊主1人入れるっていうのは、うん、ちょっと必要な、うん、まあ、そんな言ってたあいつのハードル上がっててそんなでもない確かに、いやいや普通にタカ君とかケイゴ君とかに比べたら別に全然ですから、ここがあるだけなんで、はい、ピッチ上ではあります。だいぶ逆ついたりおへその位置変えたりするのだいぶうまいというか得意そうですね。ああ、まあ、普段からやってるんです。本職のポジションどこなんですか。本職自分が一番得意なところ今すっごいいろいろやされててセンターバックだってボランチあったりトップだったりとか本職なんかどこでもできるような選手になりたいですけど理想なんです本当に。監督が推す FC シュワーボのレンさんはどんな選手なのか、スタッフは改めて取材を行いました。こんにちは。こんにちは。じゃあまず自己紹介をお願いします。はい、はい、サイコジレンです。で年齢は21歳で、まあ、ポジションは、センターバックかボランチか、まあ、トップっていう感じですね。今までのサッカー歴を。はい、まあ、サッカー歴も小学校1年生の時から、まあ、ずっとやってて、まあ、所属クラブでいうと 1FC っていうところで、まあ、小中学生の時は過ごして、で高校は成立学園っていうところ で大学は、まあ、1年ちょっとぐらい東京経済大学っていうところでやらせていただいて、でその後に今レオさんが率いてる社会チームである FC シュワボに、まあ、加入して、で今も続けてるっていう感じですね。FC シュワーブに加入したきっかけっていうのは何でしょうか。はい、きっかけは、まあ、単純に、まあ、レオさんの動画ずっと見てて、まあこのまあ、レオさんの下でサッカーしたいっていうのもありましたし、まあ、あと単純になんか下心で、まあ、レオさんに単純に認められたいみたいなそうそういい選手だなって思ってもらいたいみたいなっていうのもあったんで、まあ、入ってみようかなっていう、それがきっかけです。で今回、はい、そのレオさんからリベンジャーズにレン君を入れたいっていう話を多分聞いたと思うんですけど、はい、それを聞いた時率直にどう思いましたか。いや、びっくりしましたねてか本当に、ね、いや自分でいいのかなみたいな、まあ、正直こうインフルエンサーの方ので、まあ、結構なバズってたりとか売れてる人たちが、まあ、集まってこう成り立ってるチームなんで、まあ、まだ僕のチャンネル登録者だともう1000人ちょっとしかいないですし、インフルエンサーとしてはもう超小規模な、まあ、自分が入っていいのかっていうまずそこの疑念はあったんですけど、でもまあ求められたからには、まあ、全力で応えたいなと思って。レンジャーズにもし加入するってなった場合はどんな意気込みとかを聞かせてほしいです。あ、そうですね、まあ、当たり前ですけど、まあ、自分にできることは、まあ、最低限、まあ、チームに迷惑かけないように頑張るっていうのと、あとはまあ、レオさんの下でもう、数年サッカーやってて、まあ、レオさんのやりたいサッカーっていうのは、まあ、ある程度理解はしてるんで、まあ、それをみんなに少しでも伝えられたらなっていうのは思ってますね。そうですね。まあ、その上で自分もリベンジャーの選手から学ぶこととかもあると思うんで、で自分の成長につなげて頑張っていきたいと思います。リベンジャーズ入りたいですか。入りたいですお願いします。ありがとうございます。はい、皆さんこんにちは。リベンジャーズチャンネルナレーターの大塚舞子です。ここで改めてレンさんの加入に関する視聴者投票についてお伝えします。投票はリベンジャーズチャンネルのコミュニティ投稿でアンケート機能を使用して行います。投票を行えるコミュニティ投稿はこの動画と同時に投稿されています。スマホの方は画面下部のチャンネルアイコンをタップ、チャンネルページのタブからコミュニティを選択してください。投票期間は24時間、
その間にレンさんのリベンジャーズ加入に賛成か反対か、皆さんの気持ちを聞かせてください。投稿から24時間後の10月28日20時の時点で結果が決まります。皆さんの清き一票お待ちしています。こんな感じで、じゃあすいません、ありがとうございました。ありがとうございました。まあ、少し前から、撮影に参加できてないっていうことがありまして、対談した方がいいんじゃないかなっていう僕の中でちょっと考えがありまして。2人はリベンジャーズにいる期間短かったかもしれないけど、入団からそこから試合に出て、そこから離れてる時間も練習して素晴らしいと思う。